AARP はエセル・パーシー・アンドラス博士とレオナルド・デイビスによって設立されたアメリカの会員制の団体である。旧称アメリカ退職者協会。このグループの公式の歴史によるとエセル・パーシー・アンドラスが1958年に AARP を設立した。AARP は全国退職教員協会から発展した。それは 彼女の哲学である生産的老後を促進するために、そして退職した教員のための健康保険の必要性に応えるため、1947年に設立したものである。10年後、アンドラスは50歳以上のすべてのアメリカ人のための組織、AARP を設立した。今現在は、なたは AARP 内の一部となっている。アンドラスは生きている間に、 カリフォルニア州のオーハイに AARP を設立した。彼女はその場所にグレー・ゲイブルスと名付けられた革新的な新たな老人ホームを設立した。オーハイは1958年から1960年中期まで AARP の本拠としての役割を果たした。アンドラスへの栄誉は1954年の最優秀、教師、女性の名誉の伝道に伝道入り、 最近ではメダリオンがワシントン DC の中心地にあるポイントオブライト財団の努力の道に設置された。AARP の批判者はこのグループの起源について別の主張をしている。1978年にバレ番組60ミニッツで AARP はアンドラスとレオナルド・デイビスがあった後にデイビスによってマーケティングデバイスとして設立されたと報告した。 批判者によると、1980年代まで AARP はデービスによって支配されていた。彼は会員に保険を売るために定年退職者の AARP の非営利的主張団体としてのイメージを促進した。60ミニッツの報告の結果として、おそらく AARP は長時間の競争的な保険契約プロセスが入札になった。そして1980年には、 会員が利用できる保険契約をプルデンシャル・フィナンシャルの保険契約へ変更した可能性がある。1990年代アメリカの上院と共和党上院議員のアラン・シンプソンが公聴会で AARP の免税状態を権威にかけながらその組織が非営利である状態を調査した。チャールズ・ブラウスによるとその調査は組織が免税対象から外すのに 十分な証拠を明らかにしていなかったが、数年後のデモインレジスターによるインタビューにて、上院議員のシンプソンは、AARP のやり方に悩むままだった。AARP をアメリカ最大のマーケティング活動、蓄財家と呼んでいる。そしてその組織の行動は、私が今までの上院で見てきた中でのアメリカ人の気前の良さの最大の乱用だと述べている。この組織は最初は、 アメリカ退職者協会と名付けられたが、その焦点が、もはや定年退職者ではないということを反映させるために、1999年に正式に ARP という名前に変わった。ARP はもはやメンバーが退職していることを求めない。しかしメンバーは最低限50歳以上でなければ、ならない。ただし、会員には50歳以上でないパートナーや、 配偶者の無料会員を含んでいる。AARP は多くの取り組みを通じて、州や国レベルでのロビー活動の成果を含む、年老いたアメリカ人に影響を与える問題に立ち向かっている、ことで幅広く知られている。この活動は 501C4 団体によって認められている。組織は無党派で、候補者や政党に援助、反対もしない、またお金を与えていないと述べている。 AARP の2006年の合計歳入は約10億ドルでロビー活動に2300万ドルを費やした。中流階級の保障は最近では組織にとって主な焦点となっている。ARP 財団は ARP の提携の事前活動である。財団プログラムは安全、保護、力を困窮している老人へ与えようとしている。ARP 慈善団体の目的の一つは ドライブツーエンドハンガーを通して、年配者の間での上を減らすことである。2011年、AARP と AARP 事前団体は24番、ドライブツーエンドハンガーレースカーと関連する、食べ物関係の運転イベントで、アメリカでの上への意識を増加させるため、ナスカールドライバーのジェフ・ゴードンと、ヘンドリック・モータースポーツと関係を構築した。ドライブツーエンドハンガーを通して、 AARP は2016年に始まっているヘンドリックモータースポーツのドライバーケイシー・ケインのスポンサーを務めた。1979年に ARP a AR は国家発の運転安全講座を年配者に向けて導入した。ARP a AR ドライバーセーフティは自衛の運転技術を教え運転に影響する年齢に関した認識的身体的変化のさらなる情報を提供している。 この講座はアメリカ人のボランティアによって教えられ促進されている。2012年には50万人がこの講座を受講した。AARP は1960年頃から健康管理政策の討論に積極的であり、最近の取り組みは長年続いている関与の繁栄である。AARP の公の立場はメディケア処方薬改善。 現代化法の議会の法案可決に影響を与えた。それは2003年、メディケアパートデイの創設を許可した。また2005年、社会保障の急進的な変化への反対によって議会に影響を与えた。ARP は2008年のディバイデッドウィーフェールとの選挙を目的とした ARP のキャンペーンで健康管理問題にも取り組んだ。 ロサンゼルスタイムズ内の論説コラムで、批評家のデール・バン・アッタは、AARP は会員に対して、非公認のロビー活動をしている。そして、会員の最大の関心に反して、ロビー活動をしている。と書いた。バン・アッタは、AARP は、メディケア処方薬、改善、現代化法のロビー活動によって、AARP のリーダーたちは会員を裏切っている。と言っている。 約700万人が2007年の時点で AARP ブランドの健康保険を持っている。そして AARP は会費より会員への保険販売での方が多く稼いでいる。保険の請求を支払わないという点で ARP は保険会社ではないが AARP に手数料を払うことによって保険会社は AARP の名前を製品に使うことができる。ありがとうございます。